おはようございます。ん、なんか新しいの増えてる？もしかして。おはようございます。なんか増えてるね、ギフト。はい、おはよう。ただいまです。金曜日ね、もう今日で金曜日、今日で金曜、今日金曜日ですね。早すぎ。あやみの場合さ、なんか分からへんからさ、曜日があんま分からへん。作って凍ってたバラも溶けたんやな。まつげで凍ってしまったバラがやっと解放されてるね。マイクと音符になってる、かわいいねこれ。季節のギフトか。あ、なるほど。なんかライブまで2週間やったよ。え、早すぎ。ライブまでそんな、え。いやマジで、もう今回ちょっとライブ良かったとこが結構あるから嬉しいんだよね。夏休みの予備感覚来るよね。来るよね。やったか、長期休みって大体来る。うん、夏休みは余計来る、長いから。不思議な現象ですね。はい、今日もね、朝晩抜きするので、これ終わったらよろしくお願いします。今日からユートピア公演が聞けるよね。ようやったね。ね、そう、びっくりした。やったって思って、マジで早く聞きたい、早く聞きたい。てかもう配信終わってカルパしてすぐ調べるもん。NNB のとこの行って、さ、あれやんな、なんかミュージック系のアプリ、何々ミュージックで聴けるようになるってことやんな。明日の8時からチカッパの申し込み始まります。あ、もうチカッパもそんな始まる頃なんや。そんな近いんや。まだあやみちゃんには当たりません。昨日休憩時間にゆまちゃんと会ったけど。おお、ゆまちゃん、YouTube ミュージック使ってる。おえー、じゃあ YouTube ミュージックとか、ハイミュージックとか、アフミュージックとか、アップル無理か、アフホイハイとか。おかけのサブスクで解禁やね。おお、欲しいな、ちょっとね。
昨日はみちゃんとシンシンさんと対戦できました。おお、すごっ。不法違反ね、うん、なんとなくニュアンスで。え、そう、昨日2回連続をね対戦したよ。びっくりした。わ、おもろーって思って、すごーって。え、そう、もうすぐやってる。もうなんか配信切ってすぐやってる。横浜であやみちゃんに会えますように。横浜に来てくれたら絶対に会えますよ。一生スタンプレム出してた。暴れてます。そうそうです。あさみちゃんと対戦できて声、駅で声が出てました。ああ、なぜかあやみちゃんファンという方。あやみもやねん。そう、アミタファンもやけど、アミタファンの方もやけど、キューキーのファンの方めっちゃ当たる。だからマナミンのファンの方とめっちゃ当たる。アミがマナミン好きなのバレてる。カジバに昨日もちゃんとガチャガチャ回したらマナミンの星4出たしね。ははは。え、そう、たまにあの眠い時はちょっと忘れちゃってます。あ、ごめん、今日はごめんね、うちゃんです、すいません。今まだ見るのはね、洗濯してるの。まだ見るのよ、 T シャツはよく着てるけど。仕事行ってきます。頑張ってください。行ってらっしゃい。今日は健康診断なので昼まで断食です。わーお、しんどいけど頑張ってください。断食ってなきついよな。もう寝るしかないもん。断食するには。断食？断食じゃないの？ずっと断食って言ってたけど、13年間か。断食かよ。これからも絶対断食って呼んじゃいそう。だって生まれて13年目に断食って言われたんだもん。そっか、暖色はあれか、色か。健康診断の前日から食わなかったです。確か健康診断の前日は食べへんかったり、なんかそんな何、ニンニクとかそういうのなんか使ってない、うどんとか食べるイメージある。ユカタンと対戦したとき、僕がババ持ってて最初にババだけポキョピョコって出したらそれ引いてもらった。ちーたんかわいい。
イエベ夏暖色は、そうやな、夏とかかな、イエベのもうブルベではないもんな、暖色は。ダミはね、どちらかといえば寒色系の方が似合うんですよね、麦ちゃん。うへー、こい。身長伸びとる。身長は伸びてるね。多分分からん。最近測ってないねんな。やべ。じゃあみはブルベです。ブルベの冬で。なんか、なんやろ、その、なんやろ、その次に似合うのが、なんか主なやつはブルーベ冬なんですけど、その次はイエベの春やったか秋やったか、どっちか忘れた。イベント受付一部だけになったね。ね、ありがとうございます。皆さん、ほんと見ちゃったの、お話し会場のここです。アミちゃんと対戦した時はババ以外のカードはさ上げてるから、下がってるカード取らないでもろ。アミはね、あのこうこれやけど、ババこうカード持ってるじゃないですか。これがババやとしたらこういう感じに交互に出してます。バラがババが上になるようにして、そのまま交互に上げてる。こういう感じで持ってるか、もしくは逆か。まあ遊んで何も持てない時もしてる時あるけど、もう分からんといて。そして測ります。アミちゃんとアタタは手加減なしで対戦した確かに。でも運やもんな、ほぼな。そう、あやみのやり方はもうどの可能性もあるのよ。もしかしたらこう出てるのがこれかもしらへんし、ジョーカーかもしらへんし、へっこんでんのがジョーカーかもしらへんし、どこにもない可能性もあるの。そう、あやみはなんかちょっと出し入れして一気になんか並び替えで戻すのが好き遊んでる。それであやみあれをこの前誰やったかな、レーニャやったかな、そうレーニャや、レーニャと一生もうジョーカーの渡し合いしとってそうレーニャと当たった時にこの前もう一生渡し合いしてた。ほんまに笑ってたもん、ははってずっと。スタンプ連打して遊んでそれもある。ヤウちゃんはジョーカー出しといたら素直にできました。かわいい。弥生さんもチートもかわいい。そうね、どっちか分からへんよな。もしかしたらこれ罠かもしれないっていう賭けで引くかの、引く時もたまにあるの。闇も本当はだ全然出しちゃおうか、だ出してないけど騙すために一応出すとくみたいな感じで賭けて取るときもある、たまに。
378日、すっごでは帰りパンもねするし、ちょっと朝の準備もあるので、団長を読みたいと思います。ゆかたんはしかもスタンプでスタンプで反応して、かわいいかわいいかわいい、チータンと対戦したい。チータンと対戦してあやみがジョーカー持ってチータンがあやみの絵引く人になってほしい。いきます。13位、松くんさんありがとうございます。12位、よしさんありがとうございます。11位、けいさんありがとうございます。10位、ふろしきさんありがとうございます。9位、たからのさんありがとうございます。8位、まさのさんありがとうございます。7位、たかまささんありがとうございます。6位、じょうさんありがとうございます。5位、ゆうきの結晶の方ありがとうございます。4位、きびのごさんありがとうございます。3位、ロドリゲスさんありがとうございます。2位、まそうさんありがとうございます。そして1位はりょうさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どん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 近づいてる、どん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 近づいてるよ。まだみんな誕生日も、トガの誕生日も近づいてるよ。ゴマちゃんどうしよう、うわー、やばいね。今年もまなみんの生誕ティーを買ってもらおうかなって思っております。金曜日、4期日ですね今日は。そして今日はりょうさんです。あ、なんかすごいサメ食べてる。そう、除外日の生誕やもん。なんで、なんでなん、今せっかくさ、ヒロアカとさ、ユニバーがさ、コラボしてるっていうのにさ、トガちゃんの誕生日は除外日なの？本当に意味がわからない。悲しすぎるでしょ。みんな、他のことに運を使いすぎてるわよ。もう悲しいよ。トガのグッズいっぱい持ってさ、参戦しようって思ったのに、いたわみたいなのに一応持ってはいるからさ、なんかいたわじゃないけど、いっぱいグッズなんかつけるところがあるやつある、持ってるからさ、それにいっぱいトガちゃんのグッズつけてさ行こうと思ったのにさ、除外日だって、うえん、悲しすぎ。食べてんのかわいいな、サメ、サメのこと。弱肉強食やけど逆やね。あやみちゃんの喜怒哀楽、今は同等愛です。はい、ではいきます。今日の1位はりょうさんでした。ありがとうございます。パチパチパチ、今そう、なんかファミマでも一番くじやったのよね、見てしまった、昨日かわいすぎて自然と体がやってた。はい、ではありがとうございました。ありがとうございます。かわいいね、サメ食べてるのめっちゃ。ではありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。明日はね、土曜日なので8時半です。はい、ではよろしくお願いします。12時申し込み知ってもらえたら完売分かる、あ、そうですね、あの、もう、あの17時受付もまだ今日の12時までやってるのでよろしくお願いします。んで、またまたカジュパで、まあ、すぐやるんで。てかもうね、あのいつもね、あのショールーム閉じてから他のアプリ開いてないもん。
カジパするまでの間、だからよろしくお願いします。バイバーイ。ではまた後でカジパで、バイバイ。